ぶどうゆみこふるす NHK の紅白テーマが腑に落ちず、歌って誰かのためで、あなたへの歌じゃん。フリーアナウンサーの宇藤由美子が18日、日本放送、宇藤のラジオに出演、古巣、NHK が放送する今年の紅白歌合戦について言及した。アシスタントの熊谷美穂アナから紅白の話題を出された宇藤は、こんなに早く発表してたっけ、司会って。もっと遅いと思う、このくらいでしたっけときょとん。司会に決まった伊藤沙莉、橋本環奈、有吉弘行、鈴木直子アナウンサーの名を読み上げ、なんか安定感ありますねと感想を漏らした宇藤は、で、毎年、私の時もテーマがあったんですけど、今年がと話を振った。熊谷アナが、あなたへの歌だと答えると、宇藤は、毎回、テーマ決めるんだけど、あなたへの歌っていうのは、だいたい歌って誰かのためであなたへの歌じゃん。どういう感じのテーマになるんだろうね。何というか、こだわりっていうかと首をかしげた。熊谷アナは、視聴者の皆さんに、今年こそ聴いてほしい歌と推測したが、宇藤は、あなたへの歌、と納得できない様子。熊谷アナに、宇藤さん一番詳しいじゃないですかと諭されると、宇藤は、いやいや離れて長いんで、そうなのかなと、あなたへの歌って言う。だって、歌う人みんな、あなたへ、と思って歌ってるのに、それをテーマにするっていう、と疑問を投げかけた。しかし、続けて、多分、そういうところの肉付けっていうか、そういうことかっていうのを分からせるために、ベテランの手慣れた司会者が一人入っていくっていうのは、いいと思うんですね。鈴木アナウンサーも朝一で現場を仕切ってあれだけど、ベテランも入ってもいいんじゃないかっていう。今年も12月31日明けてますよ、とちゃっかり自らを売り込んでいた。